皆さんこんにちは、てっちゃんウィークリーです。このコーナーは鉄道趣味や鉄道の業界に関するホットな話題をお届けする企画のコーナーです。2016年もですね、まあ、お正月明けましてもう、今日で10日経ちますね。お正月皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。まあ、私は正月ね、結構終夜運行でヘッドマークのついた列車が結構走ってたりしたんで、そういうものを取りに行ったりもしていました。まあ、いろいろレアな列車があってね、すごく楽しかったですね。そんな中で、一番ね、ちょっと、まあ、私が注目したのは、まあ、動画でも上げてるんですけれども、京成の AE100 型ですね。この AE100 型、もともとスカイライナーに使われてたものなんですけれども、C 型の AE 車がデビューしたんで運用離脱してたんですね。その先どうなるのかっていうのがちょっと、まあ、心配されるところだったんですけれども、この1月から3月までの限定でシティライナーに土日、運用につくことになりました。一応ね、これ3月までの運用しか発表されてないんで、まあ、できるだけ今のうちに見といた方がいいんじゃないかと思います。はい、それで次はね、JR 東日本の、ウルトラマンスタンプラリーですね。先日ね、僕も、チラシとかもらってきたんですけど、おとといついにね、このね、スタンプ帳が、JR の飯田橋駅に置いてありました。でもうね、このチラシじゃなくてスタンプ帳にね変わってるんで、そろそろ皆さんも、取りに行った方がいいんじゃないかと思います。まあ、ちょっと余談になるけど、このスタンプ帳が出たってことは、チラシがなくなってたんですよ。チラシはそういう意味ではもう回収されちゃってるんで、意外とレアなんじゃないかなって思いますね。昨年のスタンプラリーは、帰ってきたウルトラマンまでだったんですけれども、今年はね、ウルトラマン太郎までね、6兄弟が全部出てる感じですね。これ非常に楽しみです。次はね、新型の山手線と言われている E235 系ですね。これの試運転がまた始まりました。まあ、これもちょっと動画で上げたんですけれども、一回運用について、まあ、それでなんかちょっと不具合が出てしまったんで、一旦その運用から外れて、もう一回データとかを取ったりして試運転をしてるみたいですね。でね、中覗いたらね、ポリタンクとかね、金属のプレートとかなんかいろいろね、重りを乗っけて、要は乗車率 200% を想定した、試運転をしてるそうなんですね。でね、結構駅に止まる時とかもね、急ブレーキの音がね、ギャーッとかって音がしてね、なかなか面白かったですね。だいたい日中のね、本数の少ない時間に、試運転やってるんで、もし時間のある方いたら、まだ、しばらくは続きそうなんで、ご覧になったらいかがかと思います。はい、次はですね、大井川鉄道さんですね。大井川鉄道さんの話題ですね。で、大井川鉄道で、恒例の SL ナイトトレインっていうのをやります。で、これね、大井川鉄道の SL って基本的には日中の走行しかないんですよ。日中の走行しかないんだけれども、特別に、夕方から夜にかけて、SL の列車を走らせるんですね。で、まあ、これ、なかなかね、面白い企画で、千頭駅の転車台の上にね、ライトアップして、機関車を回したりとか、そういう、面白い企画があったりするんですね。で、これね、なかなか毎年、人気のイベントになってます。で、今年はね、その運用に、C11 の190号機がつくことになりました。で、そのね、 C11 や190号機っていうと、ね、今ねちょうどね、デフレクターを、モンテツ型、門司鉄道管理局のデフレクターを切ったタイプに、今変更してます。まあ、そのあたりもね結構レアなんでね、ぜひ見に行ったらいいんじゃないかと思いますね。で、一応ね、その編成の中にオハニ36、荷物列車、荷物と、オハニだから荷物と、普通車ですかね、が、半分半分になってる、レアな、客車があるんですけれども、それも並走の中に組み込まれるみたいです。でね、それ中見学できるそうです。これもね、見ておきたい車両の一つなんでね、ぜひ行ってみたらいかがかと思います。
日程はね、1月23日と、2月13日の2回ですね。で、これ一応予約が必要です。予約は、1月23日の運転分が1月14日の朝9時から予約始まります。で、2月13日土曜日の運転分が、1月28日木曜日の朝9時からこちらも始まります。電話予約のみにて受付、まあ、括弧先着順っていうことなんで、できるだけ早く電話して予約をした方がいいんじゃないかと思います。ということで今週のてっちゃんウィークリーでした。また来週。このチャンネルはみんなで鉄道を楽しむチャンネルです。チャンネル登録お願いします。